B プレーンなんですけど、まあ、これでですね、ちょっと誤解してる人が非常に多いので、まあ、軽く説明しますけど、スイングプレーンとスイングダイレクションとクラブパスをごっちゃにしてる人が多いので、ここで簡単に説明しておきます。まずですね、スイングアークというのがありまして、まあ、この線なんですけど、まあ、膝から下ぐらいでクラブヘッドが通る道がスイングアークで、まあ、ここで一番低いところがローポイントね。で、これを含む面がターゲットラインに対してどっちを向いているかっていうのがスイングダイレクション。で、この面の角度がスイングプレーンです。なんでスイングプレーンっていうのはこの面じゃなくてこの角度です。で、どちらもターゲットライン基準です。で、これとクラブパスを定義することによって、まあ、今までですね、飛行の法則とか言ってなんかデタラメなことを言ってた、人もいましたけど、まあ、全て綺麗に簡単に厳密に定義できるようになりました。これも素晴らしい発明でしたね、これは。ということでですね、まあ、ゴルフノーベル賞っていうのがですね、まあ、創設されたらですね、まあ、ぜひ第1回はですね、このジョーゲンセンさんにですね、あげるべきですね。まあ、それぐらいこの画期的な定義です。はい、ですね、今のがスイングダイレクションで、じゃあクラブパスは何かっていうとですね、まあ、これちょっと動画見てほしいんですけど、このアーク上をヘッドがこう走っていくんですけど、この走っていくヘッドの刻一刻と変化するときの向いてる方向がクラブパスです。なので、例えばヘッドがここにあったら、クラブパスは外向きですね。で、ヘッドがローポイントの向こうにあったら、内向きですね。これはクラブパスです。で、スイングダイレクションっていうのは、このアークの方向なんで、まあ、常にこの場合いいってやつ。はい、次がですね、フェイストゥパスですけど、これはフェイスのクラブパスに対する相対的な角度です。でですね、まあ、今まではですね、インサイドアウトとかオープンフェイスとかっていう言い方をしてたんですけど、まあ、こうしますとですね、こう何に対してインサイドアウトですとかね、何に対してオープンっていうのがですね、まあ、人によって定義がバラバラだったわけなんですよ。なのですが、このトラックマンによってですね、このターゲットラインとスイングダイレクションとクラブパスが正確に定義されたので、まあ、今後はですね、こういう混乱は起こらない。で、これがですね、まあ、USGA でも R&A でも、まあ、レッスン業界でもですね、まあ、業界標準になっていますので、まあ、我々もそれに追従していくのがいいんじゃないかというふうに思いますね。なので、まあ、こういうちょっとこの昔の言い方をやめてですね、フェイス2パスが何度とかですね、スイングダイレクションが何度で、クラブパスが何度という言い方をこれからは、した方がいいと思います。はい、次がですね、縦方向の話で、スピン、ボールのバックスピンはですね、ほとんどスピンロフトで決まると。で、スピンロフトの定義は、ダイナミックロフト引くアタックアングルと。で、スピンロフトは何で決まるかということなんですけど、基本的には、ダイナミックロフト引くアタックアングルなんですけど、まあ、これ上から見てですね、水平方向で斜めに当たっている場合は、この D プレーンが傾くので、スイングプレーンの角度って実は D プレーンの角度なんですね。なので、まあ、あまりにも横に振ると、ちょっとスピンロフトが開くよと。そうスピンが増えるよ。ということは注意ですね。はい、そしてですね、じゃあですね、まあ、スピンロフトを減らすとスピンが減るんですけど、で、一般的にですね、アタックアングルを増やせばスピンロフトは減るよというふうに指導されます。で、これなぜかっていうと、定義的にこれだからですね。ダイナミックロフト引くアタックアングルなので、これを大きくしてやれば、これは小さくなるよという、話です。なのですが、
ちょっとこの絵を見てほしくって、この赤引く青がスピンロフトなんですけど、まあ、これをですね、まあ、例えばこういうふうに振ったらですね、こう、アタックアングル増えてますね。アタックアングル増えてるけど、この赤ですね、これダイナミックロフトも増えてますよね。そうすると、これからこれ引いた値は一緒ですよね。そうするとスピン減らないですね。そうすると結果的にですね、この打ち出しが高くなるばっかりで、飛距離が伸びないということになります。で、このダイナミックロフトが同時に増えちゃう現象をですね、もう私はこれ逃げるって、ダイナミックロフトを逃げるって言ってるんですけど、まあ、こうなっちゃうとですね、アタックアングルを上げた意味がないと。でですね、じゃあこのアタックアングルを上げるんだけど、ダイナミックロフトを増やさないようにしないといけないね。だからここは増やして、ここはまなるべく増えないようにすると、これが下がる。ということなんですけど、まあ、対策としてはですね、まあ、これ後でも出てくるんですけど、まあ、クラブのロフトを下げるか、フェースを進行方向に対して立てるか、フェースを、進行方向に対してクローズにする。フェースパスをマイナスにする。という対策があります。